ニューケベッククレーターのランドサット7による画像ニューケベッククレーターはカナダケベック州のアンガバ半島にある衝突クレーターである。かつてはチャップクレーターと呼ばれていた。現在の公式名称はピングアルイトとされている。ピングアルイトとは地元のイヌイトの言葉で寒い気候によって引き起こされた肌の傷のことである。直径3 4 4トル。 約140万年前に隕石の衝突によって形成されたと推定され、地球上のクレーターの中では比較的新しい。クレーター園は周囲のツンドラより160メートル高く、深さが400メートルある。へこみは水深267メートルの湖になっており、ピングアルク湖と呼ばれている。ピングアルク湖は北米で比較的深い湖の一つであり、 世界有数の塩分濃度が低い淡水湖でもある。この湖には流入口や流出口がなく、水は雨と雪での水を犯し、蒸発によってのみ減少する。透明度では日本のマシュー湖に次いで第2位である。この清らかな水をたいた,た湖は長い間地元のイヌイットにだけ知られていた。彼らはこの地を崇拝し、その透明な水からヌナビクの水晶の目と呼んでいた。 第二次世界大戦当時には偵察飛行をしていたパイロットがこのほぼ深淵の湖をランドマークとして使っていたという記録が残っている。1943年6月20日、アメリカ陸軍航空軍の飛行機はケベック州のアンガバ地域への気象フライト中に周囲の地平からそびえ立つ丘を写した一枚の写真を撮った。1948年、 王立カナダ空軍はカナダを写真マッピングする計画の一部としてこの地をカバーしたが、その写真は1950年まで公開されなかった。1950年、公開された写真を見た、オンタリオのダイヤモンド断交者フレデリック・ W ・チャップはこの地形に興味を抱き、ロイヤル・オンタリオ博物館の地質学者、ビクター・ベン・ミーンに意見を求めた。 チャップはこの地形を急止した火山の加工であると考え、この地域には南アフリカにあるキンバーライトの中部と同じくダイヤモンド鉱脈があるのではないかと期待した。一方ミーンはカナダの地質についての知識を持っており、この地形は隕石の衝突によるものと考えた。ミーンとチャップは1950年に上空からの調査を行った。ミーンはこの時、この円形地形に チャップクレーターという名を円形地形の約3 2トル北にある不規則な形の小宅にミュージアム湖という名を提案した。ミーンはナショナルジオグラフィック協会とロイヤルオンタリオ博物館の共同調査隊を組織し、1951年6月にプビー・カタリナ飛行艇に乗ってこの地を再放した。この飛行艇はミュージアム湖の近くに着地することができた。 アメリカ陸軍によって貸し出された鉱物探知機を使って隕石からのニッケルマイナス鉄の断片を見つけようとする試みは、この地域の加口岩が高レベルの磁鉄鉱を含んでいたために不成功に終わった。ところが、地磁気系調査は、クレーター北園のもとに磁気状を見つけ、ここに隕石が埋まっている可能性を示すと考えられた。1954年、 ミーンは調査隊を率いて再度この地を訪れている。同年、クレーターの名前は、ケベック州政府の地理委員会の要求で、クレーターでナボケベックに変更された。1999年、名前はピングアルウィットへと再変更された。現在クレーターとその周囲の地域は、国立公園に指定されている。1962年、クレーターの南東園から、 拳台の最流の多孔質な有拐岩石が1個、天石として発見された。当初は火山岩であるとされ、クレーターの火山起源を裏付けるものとされた。しかし後に、カナダ地質調査所のブライス・ロバートソン博士は、この資料を再研究し、石英に面状変形組織が認められることを発見した。この微細組織は、強い圧力を受けないと形成されず、 それだけの衝撃を与えられるのは隕石衝突だけである。これにより、この岩石は火山岩ではなく衝突ゆう海岩であり、このクレーターが隕石の衝突によって作られたと結論付けた。それから20年間にわたって、ニューケベッククレーターが隕石衝突起源である証拠は1960年代に発見されたたった一つの岩石しかなかった。その後、 クレーターの北のラフラメコ南岸に至るまでの領域から衝撃変形鉱物を含む衝突誘拐岩のつぶてがいくつも見つかり、クレーターの衝突起源説を補強した。クレーターから離れて衝突誘拐岩が見つかったのは氷河及び誘拐水が移動させたためと考えられている。その成分の分析から衝突した隕石はコンドライト質と推定されている。また、 40AR-39AR 年代決定によって衝突年代は140プラスマイナス10万年前と見積もられた。クレーターの大きさから計算した衝突エネルギーの量から直径100から300メートルの隕石が15秒速25キロメートルの速さで衝突してこのクレーターを作ったと推定されている。 表層部以外の氷河侵食を免れたニューケベッククレーター湖の湖底には厚さ130メートルの堆積物が保存されており過去130万年の気候変動の情報が得られると期待されている過去の間氷期まで遡る極地方の気候変動を示す陸上の証拠はシベリアのエリギギト銀行を除いて他になく貴重である 1980年代には5000年分に相当する約17センチメートルの堆積物コアが採取されたが、さらなる研究が待たれていた。2007年5月、ラバル大学のラインハルト・ピーニッツ教授率いる調査団はニューケベッククレーター湖の深さ270メートルの固定から8.5メートルに及ぶ堆積物コアを採取した。彼らは、 氷で覆われた湖の中央から穴をうがち、花粉、珪藻、昆虫の羽の化石を含む堆積物コアを引き抜いた。同時に湖の透明度の測定と魚類の採集も行われた。予備的研究によると堆積物コアには少なくとも2つの珪藻類と黄金色藻類の化石を含む容理の発達したアンハイ色のシルト質部分と開白色の砂質部分が見出された。 暗い色の部分は魔表記、明るい色の部分は表記の堆積物だと考えられている。ありがとうございます。